どうも皆さん、こんにちは、ワンダーバルーン。てことは全部世界役、リュウです。さあ、本日はゼアルワールドが実装されましたということで、エクシーズデッキをね、ご紹介していきたいと思っております。何デッキかと言いますと、テラライトというね、デッキでございまして、レベル4の、モンスターをいっぱい並べて、ランク4を立てるという、そういったデッキとなっております。ですね、ちょっと、エクシーズ自体が、まだやっぱりその今回のメインボックスだとちょっと弱いというかちょっと救う枠というか、若干やっぱりですね、着地点がちょっと弱いので、基本的にまださすがに、まあ、第1弾ですからね、しょうがないんですけども、なのでそんなでもまあそこそこ戦えるかなと思うデッキテラナイト。これまあどういうデッキかっていうとですね、レベル4をめちゃくちゃ並べてランク4を立てていくっていうデッキなんですけども、固有効果結構いくつかありまして、デネブは全部ね、テラナイトモンスターは結構ね、召喚反転召喚特殊召喚成功した場合に発動できるっていう効果があるんですよ。でこれはデッキからテラナイトモンスターをサーチするっていう、まあ、雑に強いエアーマーみたいな効果で、アルタイルは墓地からテラナイトを蘇生するよっていう効果で、ちなみにデメリット効果として、効果を発動するとテラナイトモンスター以外のモンスターが攻撃できないという効果を持っています。でベガは、手札からテラナイトを、特殊召喚できるよっていう効果なんですよね。だからこのベガ、アルタイル、デネブ、この3枚を使って盤面にモンスターをめちゃくちゃいっぱい並べて、まあ、3体ですね、基本的には3体並べて、でこの、ステラナイトデルタテロスっていうモンスターを出していくと、こういった、まあ、戦術になってきます。でこのモンスターはエクシーズ素材を持っていると、自分がモンスターの召喚特殊召喚に成功したときに相手は魔法トラップモンスターの効果を発動できないと。だからこれ何が言いたいかっていうと、そこらし落とし穴とか踏まないし、召喚に成功したときにはもう相手何も打てないので、あれなんですよ、優先権がこっちに移るので、例えば相手そのなんか伏せてあっても因果切断とかデモンズチェーンとかあっても、とりあえずデルタテロスは着地できるし、効果を発動するところまでは一応いけます。で効果が丸2番で一旦に一度エクシーズ素材を取り除くとフィールドのカード1枚破壊できるよという効果があるんですね。でこのカードがフィールドから墓地に送られると、手札デッキからステラナイトモンスターを置いて特殊召喚できるということで、これ墓地送られただけでいいんで、自分で送ったりとかしてもいいし、もちろん戦闘で破壊されたりとか、効果で破壊されたりとかしてもいいということですね。まあ、因果切断だけは本当に勘弁していただきたいというふうに思っておりますでですね、まあ、ちょっと対戦中ちょっとデッキレシピ違ったりとかするかもしれないですけども、まあ、今のところこれに落ち着きましたと。でこれスキルなんですけども、他にいっぱい有用なスキル結構あるんですよ。バランスだったりとか、終わらないマジックだったりとかあるんですけども、やっぱり、ね、オーバーレイゲインして小鳥ちゃんで使いたかったっていうやっぱ新キャラクター来たんで新キャラで使いてえってのがあって、で一応テラライトなんか報酬が小鳥ちゃんに入ってたんでね、なんで小鳥ちゃんのスキルを使って、今やっていますと。でオーバーレイゲインどういうスキルかっていうと、自分のフェイド上のエクシーズモンスターの1体の打点が素材の数が200アップするということで、これデルタテロスの打点が3100まで上がるんですよ。ちょっと強いですね。それは聖眼とか抜けるんで、あと呼吸ドスも抜けるし、なんかそういうなんかちょっと利点は一応あります。でですね、これね、これが一番強いですね。テラナイトはモンスターの効果、魔法トラップが発動した時に、自分のフィールドの テラナイト表側表示のね、テラナイトを墓地を送ると、発動を無効にして破壊する、その後敵からワンドローっていうことで、アドバンテージを失わずに相手をパーミッションできると。やっぱね、これをね、どうやってうまく活用していけるかがテラナイトデッキの、まあ、ちょっと腕の見せ所というかいう感じがします。で相手のモンスターの効果とかをデモンズチェーンとか因果切断とかでこう処理していくみたいな、だから罠がやっぱりないとね、テラナイトそのモンスターパワーだけではこの現環境にはね太刀打ちできないと思います。さすがにやっぱどうしても着地点が問題なので、なのでまあこの罠カードで頑張って相手のモンスター処理して、でまあデルタテロス頑張って出してまあ戦っていくみたいなね、まあ、そんなデッキですね基本的には。でまあ他にもまあホープとか、ツキヨミとか、ガガガンマンとか出せるものを出して、いくみたいな感じですね。でそこら仕事したら結構きつくて、なんで一応まあ取り収入入ってますけども、まあ、そこら仕事したら結構辛いんですよね、どっちにしても。はい、というわけで、早速ですね、私これ多分エクシーズ次元初めての動画になると思うんですよ。記念すべき、やっていきましょう。デュエルスタンバイ。小鳥ちゃん可愛いですね。小鳥ちゃん可愛いです、非常に。さあこれは結構反動は割と強いぞ。さあデネブの効果を発動していく。デネブの効果によってアルタイルを手札に加えながら、同胞の絆とかいう最強カードをぶち込んでいく。同胞の絆によって、デネブを対象に取り、デッキから
ウーネクト、それから、ベガ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 でいいんじゃないか。ウーネクト、ベガを特殊召喚していく。そして、ウヌクのモンスター効果を発動していく。デッキからオロマイしていく。ウヌク別にこれいらないという話もありますけれども、さあカードを2枚セットしてターンを終了していこう。さあ相手のターン、斉藤拓磨選手、さあ一体どんなデッキなんでしょうか。絶対運命力と言ってみましたので、いやー強い強い強い。さあこれは非常に強い。一人だけさ強欲なツボ2枚搭載しているのやっぱずるくないですか。この人やってることおかしいんですよね。さあカードを1枚2枚セットしていく。さあ2枚セット、なるほど、2枚セット、ツインバレルドラゴン、なるほど、ツインバレルドラゴンでどちらを破壊していくんでしょうか。1回今カップオブエースを使って1枚表になっているってことは、これでツインバレルで2回発動するから1回効果使って3枚ですね。これね、3回表になったはずなので、これでもうこの後はもう運ゲーだな。なるほど、デモンズチェーンは発動した方がいいな。どうせ破壊されるんだったら発動した方がいいか。これどうなるんだろう。さあこれはどうなるんでしょうか。さあツインバレルドラゴンの効果を無効にしていき、この後のコインのコイントスの結果はどうなるんでしょうか。果たしてこの後これコインをしたことになるんでしょうか。さあカップオブエースを発動してならない。やったやったぞ、これやった、これはやった、これはやったぞ。これアドや、相手1枚プラスだけどこっち2枚プラスや。来た来たぞこれは、ドロー。なるほど、光る、なるほど。さあヘッドジャッジング、やばいカード来た、やばいカード来たが、そんなことは関係ない。フィールド上のウヌク、ベガ、デネブで、オーバーレイ、3体のモンスターでオーバーレイネットワークを構築。エクシーズ召喚、現れよステラナイト、デルタテロス、かっこいい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 。さあまずは因果切断を打ちましょう。因果切断を打ってベガを飛ばしながら相手のツインバレルは除外させていただいて、これでフレンドリファイア、フレンドリファイア、フレンドリファイア、きつい、フレンドリファイア、自分を破壊していく。何これでデスペラードができた、きつい、厳しい。さあデスペラード、リボルバードラゴンが出てきてしまう。さあこれは厳しいか。さあこれは、あ、今回ねちょっとボイスはちょっと後付けでやらせていただいてますんで、恐縮ですがご了承ください。さあデスペラード、リボルバードラゴンが出てきた。さあどうする龍選手。さあサテラライトアルタイルを召喚、アルタイルのモンスター効果発動し、これにチェーンしていただきたい。これにチェーンしてヘッドジャッジングを使ってくれないかと思っているが、使ってはくれない。さあデネブのモンスター効果発動し、アルタイルをサーチしてくる。さあこれはもうコインを当てるしかないぞ龍選手、これコインを当てるしかないぞ。ステラライト、デルタテロスのモンスター効果を発動、素材を一つ取り除き、相手フィールド上のカードを1枚破壊することができる。ヘッドジャッジングを破壊しても意味がない。さあここで一発デスペラードを当てることができるのか、リュウ選手の未来予知が。さあ選択は裏、コインは裏、成功これは素晴らしい。さあこれはしっかりとコイントスを成功していく。あーっと2体目のリボルバードラゴン、これは厳しいか、なんということだ、なんという展開。さあ見ずジャッジをサーチされてしまう、これは厳しい。さあリュウ選手どうするんでしょうか。リュウ選手ここで出したところで特に何もありませんね。一回ターンをエンドするしかなさそうな気配があります。さあターンエンドするしかない。さあリュウ選手なかなか辛い番目になってきましたが、なんとかデルタテロスで、頑張っていきたいところではありますが、とりあえずデスペラードリボルバードラゴンの効果で全処理までありますね。全処理まで見えますが、さあどうするでしょうか。まあ、まずミズジャッジですね。あのカードはミズジャッジで、伏せカードは何かわからない。まあ、とりあえずですね、このターン死ぬことはおそらくないでしょう。デスペラードリボルバードラゴンで全処理されて1800ダメージ通っても200残りますんで、まあ、ギリギリいきますし、そしてステラナイトデルタテロスは破壊されると墓地から、墓地じゃない、手札かデッキから、テラナイトモンスターを特殊召喚できますので、さあステラナイトデルタテロスのモンスター効果、やべえこれ止めて、危ない
危ない止めないで、それは止めないでお願いだから。これはアルタイルでしょうかね。さあ、てことだからアルタイルを特殊召喚していく。アルタイルのモンスター効果を発動、特殊召喚に成功した場合、墓地より、テラナイトモンスターを特殊召喚できる。さあ、ここは一回デネブを特殊召喚していく。さあ、デネブでサーチするカードはもうないんじゃないでしょうか。さあ、もうない。さあ、デネブでサーチカードはもうない。さあ、デモンチェーン引いた。なるほど。さあ、あとは、うわーと、またヘッドジャッジングだ。これは厳しい。ヘッドジャッジングのモンスター効果を止める効果、そしてパクる効果、これはなんとかコイントスを当てて回避していくしかない。さあ、3体のモンスターでオーバーレイ、エクシーズ召喚、セナイト、デルタテロス2体目。さあ、デルタテロスのモンスター効果を発動。モンスター効果、素材を1つ届き、相手フィールドのカードを1枚破壊することができる。さあ、これデスペラードリボルバドラゴンを破壊していく。さあ、コインをどうする。さあ、コインをどっちだ。龍戦士の運命力、次は表、素晴らしい、なんという未来予知感。これはさすがギャンブラー、これはギャンブラー流、圧倒的未来予知能力を見せております。これは相当強い。そしてアルタイルを攻撃表示で召喚していくか。さあ、アルタイルを攻撃表示で召喚、アルタイルのモンスター効果を発動。アルタイルによって、墓地のモンスターを1体特殊召喚できる。さあ、デネブを特殊召喚。さあ、カードを1枚セットしていく。さあ、スキルを発動していくことをできるが、さあ、ここでスキルを発動していくか。オーバーレイゲイン発動、素材の数だけフィールドのモンスターの打点をアップさせる。さあ、これでバトルフェーズに行こうだ。ここでエクシーズしないのはアルタイルの効果を使うと、ステラナイト、テラナイトモンスターしか、攻撃することができないというデメリット効果がありますので、アルタイルとデネブでエクシーズしても殴れませんので、ここはエクシーズしなかったというところでしょうか。さあ、ツインバレルドラゴンを召喚し、ツインバレルの効果そこで発動するが、これをしっかりとデモンズチェーンで止めてもいいんじゃないか。さあ、デモンズチェーンを発動、万が一のためにデモンズチェーン破壊されても、まあそんなに痛くはないんですが、一応デモンズチェーン。さあ、ツインバレルドラゴンの効果は無効と、ここでサレンダー、ギャンブル力高すぎ。さあ、こちらお相手の方、海馬社長ですね、よろしくお願いいたします。さあ、手札、これ先行が欲しい人生でしたね。相当先行が欲しい人生でした。結局ですね、この神聖なる因子というのが、カウンタートラップでございますので、基本的には、まあ、先行取って伏せていきたいといったところ。さあ、青き目の剣士を召喚し、太鼓の白石を、手札に加えていく。さあ、何、お、まず剣士の効果を使い聖眼にもしていく。なるほど、おそらくということは罠は、罠、まあ、罠でもあってもおかしくないですね。さあ、罠が何枚伏せられるかという話がありますが、さあ、オルタナティブの効果を発動していく。さあ、オルタナティブの効果によって、青効果によってというか、青の伏せなし、伏せなしはちょっと弱いんじゃないでしょうか。さあ、デネブをまずは召喚していく。さあ、デネブの効果を発動。さあ、これは実質でも先行みたいなもんですね、伏せがないので。さあ、アルタイルを手札に加えて、でさらにカードを1枚セット、カードを1枚セット、もう1枚カードをセット。さあ、ここはなかなか強いんじゃないでしょうか。オルタナティブの効果を、神聖なる因子で無効化して破壊し、さらにワンドローするということができますんで、結構これはなかなか強そう。さあ、そしてここで神聖なる因子の効果を発動。デネブを墓地に送ることによってオルタナティブの効果を無効にして破壊、さらにワンドロー。さあ、これは強い、これは非常に強いが、さあ、このターンでワンキルされるということはなさそうですが、あれはおそらく太鼓でしょう、あれはおそらく太鼓。さあ、同胞の絆を引いた。さあ、ベガを召喚していく。さあ、ベガの効果を発動し、アルタイルを特殊召喚、そしてアルタイルの効果も発動し、さらに墓地のデネブを特殊召喚。さあ、この動きは相当強い、この動きができるとかなり強いが、さあ、デネブの効果によってさらに、手札にテラナイトモンスターをサーチしてくる。さあ、これは強いぞ。さあ、これで一回そのままバトルでしょうかね。一回エクシーズしてもおそらく、相手の、太鼓の白石が、500ですので突破できると読んで、ここは普通にバトルと。さあ、1700のダメージが通ってターンを終了していく。さあ、太鼓の白石の効果に神聖なる因子の効果を当てていく。さあ、デネブを墓地に送ってその効果を無効にしていく。ただし破壊はしていないのでワンドローはできません。さあ、これはなかなかいい感じで相手の動きを牽制できているんじゃないでしょうか。さあ、海馬社長少し困るんじゃないでしょうか。さあ、カードを1枚セット。しかし、おそらくセットカードがほとんどありませんので、手札にブルーアイズを引いているんでしょう。
ということはこの回収効果からのおそらくチラ見せ特召喚はありそうです。さあオルタナティブ、さあブルーアイズ見せつけられて特殊召喚していく。なんでこのモンスターこんなに緩いの、特殊召喚条件おかしい。さあ一回オルタナティブの効果はこれアルタイルがいるので通しても良さそうですけどね。手札にアルタイルがいるので、次のターンおそらくモンスターを置いて増やすことはできるが、さあここでデモンズチェーンは打たないという選択肢か。さあ打たないという選択肢を取り、そして、チューナーモンスター、うわ強い。さあこれは相当に強い、これは相当に強いです。デモンズチェーンが効かないモンスターが出てきますね、おそらくね。スピリットドラゴンはフリーチェーンで自身を逃がすことができますね。デモンズチェーンは実質効かないと、そういったちょっと厳しい盤面になってしまうのか。神聖なる因子を2回打って負けてしまうのか、リュウ選手。さあそれは厳しいぞ、それはテラナイトのデッキのパワーが疑われてしまうぞ、視聴者に。さあここでさあバトルフェーズ入ってくるようであれば1回デモンズチェーンを打ちましょう。さあバトルフェーズ入って、さあここでデモンズチェーンを打っていきましょう。さあデモンズチェーン発動。さあ相手フィールド上のスピリットドラゴンを対象に取り、その効果を無効にして攻撃できなくさせるという効果を使おうとしますが、スピリットドラゴンのモンスター効果を発動、自身をリリースすることによって、デッキから光属性のドラゴン族モンスター、シンクロモンスターを特殊召喚できる。さあここで出てきたのは双眼の銀龍。さあこれで双眼の銀龍の効果を発動し、この次のターンまで、自身を対象に取らず破壊されないという体制を得ています。さあ太古の白石の効果で白きレールも出てくる。さあこれは厳しいか、ユウ選手ここは打たざるを得ない。さあデモンズチェーン打たざるを得ない。さあデモンズチェーン打つが、おそらくこれもう1体くらいブルーアイズがいそう。ああブルーアイズいそう、ブルーアイズめちゃめちゃいそう。さあ白きレールの効果でリリースしてブルーアイズが出てきてしまう。さあリュウ選手どうするんでしょうか、この盤面。さあ海馬社長の魂が2体並んでいる。さあこの盤面を返すことができるのか。さあただ今のところ特に反応を砂時ありませんね。さあここでアルタイルを召喚し、デネブを特殊召喚、そしてデネブのモンスター効果も発動していく。さあデネブのモンスター効果、あれは何でしょう、そこらし落とし穴かなんかですかね。そこらし落とし穴だとするとステラナイト、デルタテロスが相当いい仕事をしてますね。さあこのモンスターに底なし落とし穴は効きませんよ。さあ3体のモンスターでオーバーレイネットワークを構築、エクシーズ召喚、セラナイトデルタテロス、あおそらくこれ底なし落とし穴なんじゃないでしょうか。さあオーバーレイゲインを発動し、デルタテロスの打点を3100にしていく。そして、デルタテロスのモンスター効果デネブをそだに墓地に送ることによって相手のフィールドのカードを破壊していく。さあこれは何を破壊するか、底なし落とし穴は今のところ特にほっといても良さそうな感じがするんで、今のところブルーアイズを破壊して、銀龍を破壊していくというのが選択肢的には一番良さそうな気がしますが、さあ龍選手その選択肢を取る模様です。さあブルーアイズを破壊し3100という超高打点になっているため、双眼の銀龍を突破することができます。さあカードを置き場セットし、バトルフェイズ、さあここでバトルフェイズで双眼の銀龍を突破できた。ターン終了していく。さあこれはいい勝負だ、さあこれはいい勝負。さあ海馬社長2300のライフポイント、こちらはまだ4000、まだ削られておりませんが、さあ太古の白石の効果によってオルタナティブまたでしょうか、また出てくるんでしょうか、また出てくるんでしょうか。さあこれは厳しいか。さあブルーアイズホワイトドラゴンをチラ見せして、またオルタナティブ来た。これはもう速攻インが切断を打っていくしかない。さあここで同胞の絆を墓地に送り、相手のフィールドのブルーアイズオルタナティブホワイトドラゴンをゲームが除外しようとしよう。神の摂理、なんと神の摂理、さあ神の摂理バチコーンと破壊されてしまう。さあこれは厳しいが、ただしステラナイトデルタテロスを破壊された場合、手札またはデッキからテラナイトモンスターを特殊召喚するという効果を持っていますので、一応盤面は耐久できるぞ。さあデルタテロスのモンスター効果を発動、手札およびデッキからテラナイトモンスターを特殊召喚できます。さあここで出すのはユウ選手、分かってるんでしょうか、墓地に何がいるかを確認しております。さあ出る、デネブがありますので、おそらくここはベガを特殊召喚していいと判断したでしょう。さあベガを特殊召喚し、さらにベガの効果アルタイルを特殊召喚、そしてアルタイルのモンスター効果を発動、アルタイルのモンスター効果によって墓地のデネブを特殊召喚していく。そしてデネブのモンスター効果を発動し、デネブの効果によって敵からテラナイトモンスター一体をサーチしてくる。
さあこれは圧倒的盤面回復能力、継戦能力が非常に高い、これがテラナイト。さあこれでまたエクシーズ召喚を行うことができます。さあデレブ、ベガ、アルタイルでオーバーレイ、3体のモンスターでオーバーレイネットワークを構築、エクシーズ召喚、ステラナイト、デルタテロス、そしてデルタテロスのモンスター効果を発動、素材を一つ取り除くことによって相手のフィールドのカードを1枚破壊することができる。そしてカードを1枚セットしベガを召喚。さあこのままバトルフェイズだ、食らえデルタテロスパンチ。これは遊戯王しましたね、これは遊戯王。さあ相手の方、変態仮面選手よろしくお願いします。デュエル3倍、ウヌク召喚でウヌク効果、デネブかなんか落としていいか、デネブ落としとくで、同歩打って、デモンズチェーン防いだかな。まああれですよね、ちょっともしかしたら最終的にそのデッキレシピとか変わったかもしれないんで、よろしくお願いします。でデネブ特殊効果でサーチアルタイルで、デモチェセットエンド、まあちょっとやっぱでもなんか同歩の絆したターン、やっぱエクシーズしたいね。このデメリットはやっぱ高校だとちょっときつい感はあるな。さあ相手のステックだ、ファイヤーボール、やべえかもしれん、ファイヤーボール、どういうこと、ファイヤーボール盗った、やばい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 こと起きてる、なにこれ、やばいやばいやばい、カードを1枚セット、カードを1枚セット、やばい、なんだこれ、何デッキやこれ、シャム、なんだ、相手に500ダメージはやばすぎないか、シャムバーン、やばい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 、これデモンジェンだ、これもね一応ね1000ダメージだったんですけどね、シャムって結構辛いですよねこれね。シャム4回出したら勝ちだったんですが、今までは500ダメージに下がっているっていうかなり悲しみを背負ってますねこれね。さあドローフェイズ、危なかったマジで、なんだこのデッキ、岩投げアタック、やばい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 、え、やばいって、嘘だろ。